こんにちは、ベルネスキッチンの関口彩子です。お家にいるとパスタでも作ろうかなという機会多いんじゃないかなと思います。まあ、そこで基本のトマトソースの他に4種類のパスタソースをご紹介します。まずミートソース、キノコソース、ピリッと辛いアラビアータ、オリーブが入ったブッタネスカ、4種類になります。どれかお好みのソース見つけてみてください。基本のトマトソースの材料になります。オリーブオイル、トマト缶ですね。これカット済みでもホールでもどちらでも大丈夫です。そして玉ねぎ、ニンニク、ローリエになります。今回は4倍量で作っていきますね。玉ねぎみじん切りにしていきます。オリーブオイルが入ります。ニンニクはオリーブオイルがまだぬるいうちに入れてゆっくりと加熱をしてあげるといい香りが出てきます。はい、いい香りがしてきましたので玉ねぎが入ります。入ります。基本のトマトソースは塩分はそれほど強くつけないで、アレンジした時にしっかりと最後の味までつけていくという感じなので、ここではベースになる塩分、軽めの塩味をつけるという感じになります。胡椒が入ります。これで基本のトマトソースは完成です。とっても簡単ですね。では続いてミートソースを作ります。材料は先ほどのトマトソース、合いびき肉に玉ねぎ、セロリ、人参になります。はい、セロリ、玉ねぎ、人参、みじん切りにしました。はい、オリーブオイルを適量入れます。ひき肉を炒めていきます。今回合いびき肉使ってますけれども、牛 100% でもいいし豚肉だけでも結構です。豚肉だけで作るとあっさりと仕上がるし、牛肉 100% だとちょっと味のしっかりとしたタイプのミートソースが出来上がります。お好みで選んでください。はい、お肉が火が通ってきましたのでお野菜が入ります。お野菜から自然にもう水が出てきて、で全体が軽く炒まってきました。ここでトマトソースが入ります。はい、あとは火を弱火にして塩コショウ、ナツメグで味を整えていきます。お野菜小さく切ってありますので火の通りが意外と早いです。人参を少し食べてみて硬くなければもう味付けをしたら完成になります。トマトソースができていれば非常に簡単です。ナツメグはハンバーグの臭み消しなどひき肉料理に使うスパイスなんですけれども、これはお好みで加えてください。続きましてキノコソースを作っていきます。キノコの方は今回舞茸と椎茸、しめじ使っています。これどんなキノコでも構わないんですけれども、 2,3 種類ブレンドした方がいろんなキノコの美味しさが、旨味が出てきて相乗効果でソースがとても美味しくなりますので、ちょっとブレンドをしてみてください。キノコは食べやすい大きさに切ってバラバラにばらしておきます。オリーブオイルです。
の子は今かなりたっぷりに見えますけれども、3分の1ぐらいになるまで煮詰めていきます。そうすることでキノコの中の水分がギュッと凝縮されて旨味に変わります。はい、先ほどからですね、キノコの量が3分の1ぐらいまで減っていきました。このぐらい凝縮させてください。はい、そこにトマトソースが入ります。今度はキノコの旨味がトマトソースの中に溶けていきますので、トマトソース全体がキノコの風味でとっても美味しくなります。でキノコの場合は少し旨味を足してあげるとより美味しくなりますので、鶏ガラスープまたはコンソメを小さじ1程度加えておきます。はい、ここで味見をして塩コショウで味を整えます。もう塩は本当に気持ちだけで大丈夫そうです。はい、これでキノコのトマトソース完成しました。続いて、おこりん坊という意味のアラビアータを作っていきます。アラビアータは辛いソースになりますので、唐辛子を使うんですけれども、このように豆板醤を、ね、使っていただいてもいいし、普通の鷹の爪をご用意いただいても結構です。あとはニンニクで、トマトソースとオリーブオイルになります。オリーブオイルです。刻んだ鷹の爪か、または豆板醤です。今回は豆板醤を使っていきます。辛いのが苦手な方、もうお好みで調節してください。はい、トマトソースです。はい、火を止めます。こちらはもうこれだけです。結構豆板醤に旨味があったりするので、鶏ガラスープとか入れなくても結構しっかりとした味わいに仕上がっています。続いて、プッタネスカという小風風と言われるソースになります。オリーブとケイパーが入るのが特徴です。刻んだニンニクに豆板醤、これは隠し味程度の辛みになります。オリーブが入ります。ケイパーが入ります。ケイパーは酸味があるので、ちょっとアクセントになるので、まあ、入れすぎない程度、これもお好みで加えてみてください。オリーブとケイパーにも塩分がありますので、ちょっとここは塩加減気をつけてください。もう多分入れなくても大丈夫だと思います。はい、これで全体が煮えたら完成です。は手軽にパスタを楽しめる基本のトマトソース、そしてアレンジレシピ4品をご紹介しました。どれかお気に入りのソースありましたでしょうか。ぜひコメント欄でお知らせください。ご感想も聞かせていただけると嬉しいです。最後までご覧いただきありがとうございました。ではまた別の動画でお会いしましょう。ウェルネスキッチンでは、食を通じて美容と健康に役立つ情報をどんどん配信していきます。チャンネル登録をしていただくと、動画が配信されるとすぐにお知らせがいきますので、ぜひお願いします。ご質問やご感想などもコメント欄に書き込んでいただけると嬉しいです。よろしくお願いします。